はい。えー、皆さんおはようございます。テクニカルアナウンスの森口でございます。今日もテクニカル分析やっていきたいと思いますので、ぜひ最後までよろしくお願いいたします。はい。今日はですね、要注意、日本株の脆さということでお話をしていきたいというふうに思っております。これ何かというと、前日のアメリカが3指数とも1%以上上がっていたにもかかわらず、昨日日本株結構弱かったんですよね。えー、で、それはやっぱり日本独特の脆さがあるんじゃないかなっていうところで、そこについて少し深掘りをさせていただきたいなというふうに思っております。で最後は移動平均 と D を使ってて売買戦略考えいきますのでぜひ最後までよろしくお願いいたします。ということで、私のチャンネルでは、こういった最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析、チャートの分析、ニュースの分析なんかを毎朝必ず7時半に動画で投稿しております。皆さんの朝のチャートを考える、株を考える、そんな習慣になれるように頑張っておりますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。では、まず昨日のチャートの振り返りからやっていきましょう。日経平均株価ですが、マイナスの392.62、39 1.3%の下落ということで、 日中からね、えー、まず寄り付きは高かったんですけど、日中からぐーっと下がっていって、最後引けの方にかけて一気に下がっていったという感じかなというふうに思います。えー、キオードランキング見ていただくと、ファーストリテイリング、東京エレクトロン、ソフトバンクグループ、こういったスリートップ、やっぱ下げてしまうとですね。どうしても下げ幅が大きくなってしまうなといった印象です、えー。コロナの指揮活性者数、確認しておきましょう。東京都三百九十九、大阪七百十九。いや、多いですね。全国二千六百五十六。 ということで、あの、まん延防止策、マンボウと呼ばれてますけどもね、えー。それも出て、まあ、再び、それはやっぱり経済には至りだなというふうに思いますので、えー、引き続き要注意ポイントとして押さえておいてください。トピックス行きましょう。マイナスの29。2。1 47。47%の下落ということで、日経が1 3。3%でしたから、日経平均よりもトピックスの方が下落率が強いということになっております。えー、25日線ギリギリのラインぐらいにいるということですね。で、えー、まずまず行きましょう。14。97。1. 1.21%の下落こちらもですね上昇続いていたんですが昨日はさすがに下落をしてしまったといった印象ですで5日線を若干割り込んでいるといったところでしょうか、えー、マザーズのキオードランキングを見ていただくとですねでも強いのはウェルスナビですね強いなというふうに思いますがメルカリフリーアンジェスベースこういった主力どころが下げているというところがやはりこの指数全体としては下げているなといったところにつながっているのかなと思います ニューヨークダウン行きましょう。ニューヨークダウに関しましては、こちら4時53分時点ですので、若干終わりでとずれることをご了承ください。マイナスの125.57、マイナス0.37%の下落ということになっております。まあ、小幅ですけどね。日本株よりやっぱりアメリカ株の方が強いのかなといった印象ではありますが、下落をしているということになっております。ヒートマップ見ていただいても、まあ全体的に大きく下げているのが目立つかなというふうに思いますが、まあ特に下落が目立つのは、資本材、あとはヘルスケア、こういったところが目立つかなという うふうに思います S&P 度見ましょう。マイナスの9.13,0.22%のマイナス。こちらもですね、小幅ですけども、マイナスになってしまったということですね。で、ダウと SP 両方に言えることなんですが、異様に出来高が少ないっていうのがちょっと気になるな。流動性が減ってるっていうのがちょっと気になるな、というふうに思います。ナスタック行きましょう。ナスタックに関しましては、3.26,0.02%のプラスということになってるんですが、引けにかけては、これおそらくマイナスまでは行ってるかと思います。ので、ここは上を注意ポイントとしてちょっと押さえておいていただければと思います。 主要銘柄見ていただくとですね、まあ、このように高安まちまちですねツイッター、アリババ、スナップチャットの上昇は目立ちますが下げている銘柄もそれなりにあるなといったそんな印象になっております為替コモディティ見ておきましょう日経先物はマイナスの46円ですので今日も若干下げぐらいで始まりそうな予想になるということになっておりますで原油、金 ビックス、この辺は上げていますね。で、金利は下げているといった形です。金利が下げているので、おそらくダスダックの下げが一番少ないといった感じなのかなというふうに思います。で、ソックスもさすがに今日は下げているということですので、今日の東京エレクトロ並びに半導体製造装置メーカー、こういったところがどういう動きをするのか注目をしていただければと思います。 では見ていきましょう。前日のアメリカが強くても下がるのは日本独特の脆さが目立つのではないかという話をしていきたいと思います。で、まずですね、これはおとといのニューヨークダウエル &P ナスタックの、まあ、上昇率を表しているんですが、3指数すべてね、1%を超えてくる。まあ、結構強いなというそんな印象でしたね。えー、で、やはりアメリカ株がこれだけ強いということで、日経平均株価はプラスのどれぐらいでやったかな。まあプラス圏で始まったわけですね。で、3万円を超えて、いや、強いね強いねというそんな印象があった た中でどれぐらい上がるのかななんてみんな思っていた中でえなんと1%超下落しているということですねでしかも3指数すべて1%超下落しているというところがちょっと気になるかなというふうに思いますで、えー、まずねマザーズと日経平均と分けてちょっと話をしていきたいと思うんですがマザーズの方の売買代金ランキングちょっと見てみてくださいで一つ気になるのは、えー、まあこれオキサイドベビー カレンダー API アグループとかねこういったところにやっぱり直近 IPO にまず流動性が持ってかれてしまっているところこれはやっぱりマザー指数のま重、あ、しにはなるよねっていうところはぜひ押さえておいてくださいであとはもう一つはベビーカレンダーこれねストップ安してるんですよねで数日前に子ども庁関連株としてですねまあ、ベビーカレンダー並びに幼児活動研究会とかをご紹介しましたけどもえここまでなぜいきなり大きくベビーカレンダー下げたのかもちろんねうんそういうテーマ株がいつ収束するかいつね下がり始めるか分から 難しいところであるんですが、これはなぜこんな下げてしまったのかっていうと、この信用取引に関する規制に引っかかってしまったからなんですね。いわゆるマシ担保規制みたいな感じになっております。ね、引っかかっているということになっています。で、ただ、これはなんで IPO 株がこんなのに引っかかるのっていうふうに思う方がもしかしたらいらっしゃるかもしれないんですが、何かというと、これは3月1日にこの信用取引に関する規制のお知らせ、この規制のルール 変更になってるんですねこれ、昨日の、ね、ニュースで知ったんですけども、これをちょっとね、紹介しておきたいなというふうに思います。一応共有しておきたい。同じような動きが起こって、あ、強いと思って、これを買おうと思ったら、とてつもない急落に巻き込まれてしまったっていう恐れが出てくるので、これはぜひ押さえておいていただきたいかなと思います。で、実際にこれ JPX のガイドラインが3月1日からね、これ変更になってるので、これ皆さん見るようにちょっとしてみてください。信用取引の規制のガイドラインみたいな感じで検索すれば出てくるかと思います。で、今まではこれを気にしていればよかった たということなんですけども信用取引売買比率基準とというところで、このロの部分ですね。3営業日連続して、信用取引の新規買い付け比率が40%以上である場合ということですね。まあ、3営業日連続でというところで、まずあれですし、あと各営業日の 株価が各営業日時点における25日移動平均線の株価を超過している場合に限るとうこういう条件もついているわけですね。で、これ25日移動平均線の話をしていると何が起こるかっていうと IPO 株っていうのはまだね、上場して株価が動き始めて25日間はまず出ないわけですね。出ない。25日線が表示されない。 存在しないということですから、まず IPO っていうのは、どんなに上がろうが、どんなに下がろうが、この信用取引規制に引っかかりようが今まではなかったっていうところなんですよ。だから値段が荒かったっていうところがあると思うんですが、で、プラス3営業日連続してですから、まあ、厳密には28日間ぐらいはですね、この規制に引っかかることは今まではなかったということだと思ってみてください。で、加えてですね、これですね、えと、ー、 外営業日売買高が上場株式数以上であり、かつ当該営業日の信用取引の新規買い付け比率が60%以上である場合ということですね。ここに今回ですね、実は引っかかってるっていうふうに書いてあるんですけども、よく見ていただくとですね、この、こっちもですね、当該営業日の株価の当該営業日時点における25日移動平均株価を超過している場合に限るっていうふうに書いてありますね。あれ二十五25日線の話っていうのは25日以降 18日以降に関係するんじゃないのっていうふうに思うかもしれないんですがこれは今までも入っていたんですね入っていたんですが変更のポイントおそらくここですここになっていてこの特例基準みたいなものが設けられたんですねでさっきのこの3番に関しての話なんですけどもこのローについては当該営業日の株価が予備値の制限値幅の上限の値段でありかつ当該営業日の前日までに行われた日々公表銘柄の指定または処置に係る該当基準がいずれ いずれも売買基準、回転率基準でない場合に限るものとする。要は、まあ、気にしていただければ、ここですね。株価が予備値の値幅の上限の値段っていうのは、ストップ高水準ってことですね。ストップ高水準に、えー、ベビーカレンダーが上がっていき、かつ、この60%以上、えー、信用取引、えー 当日の売買高が上場株式数以上、まあ、異様な出来高ができて、かつ、当該営業日の信用取引の新規買い付け比率が60%以上え、買ってる人はほとんど信用取引で、しかも新規の買いでやっていた場合、さすがにちょっとまずいよ、それはえ。ちょっと上がりすぎてるよ、ちょっと加熱しすぎてるよっていう状態で、かつ、こっちですね、この、 えー、制限値幅。要は、ストップ高してしまった場合には、えー、これから、信用担保の増し規制がかかると。えー、保証金率をですね、20%ぐらいが、まあ、一般的なんですけども、それが50%以上。要は、信用取引にかかるお金がですね、えー、たくさんお金が入っている状態じゃないと取引できなくしますよ、っていうふうにしたわけですね。で、そうすると、えー、ギリギリレバレッジをかけまくって、こういうふうに、短期取引でやってる人たちが、みんなこのベビーカレンダーを取引できなくなるという状態になります。 そうするとベビーカレンダーの需給が悪化してベビーカレンダーが昨日はストップ安スしているということですね。これは非常に重要な話ですので一応押さえておいてください。これからももしかしたら IPO がこういうふうな下落になるかもしれない。で、それを触らないという方もですね、やっぱそこに流動性持ってかれてしまうとやっぱりマザーズが下がってしまうということもあり得ますから、そこは注意ポイントとしてまず1点押さえておいていただければと思います。で、もう一つ日経平均株価なんですけども、こんな形で下降トレンドラインが引けるかなと思います。まあ、厳密にはこの安値をここで割れていないので、 で今まで引いてはいなかったんですが、まあ、実体ベースでは一応割れているというところと、やっぱりここちょっと意識されちゃうかなというところでこの下降トレンドラインっていうのが、えー、ままず1個ね、えー、あるというふうに思ってみてください。で、なんでこんな風に下がってしまったのか、高く寄ったのに下がってしまったのかっていうふうに見ると、一番の違いはやっぱりワクチンの接種の数の違いなのかなというふうには見ております。で、日本のワクチンね、えー、やっぱり人数としてもやっぱりどん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 増えてはいますけども、増えてはいますがもう全く他の国との Thank cool. you. 成果の差が違うんですね。全く違いすぎて、まあ、僕の周りで受けた人なんて一人もいないですね、打った人ね。一人もいないですし、一回打った人も一人もいない。二回打ったで知ってる人って僕、菅総理大臣ぐらいしかいないので、もう本当に、いつになったらワクチンが、これだけ今コロナが広がってるのに打てるんだろうっていうのは正直なところかなというふうに思いますし、まあ、経済正常化に向けてはもちろん動きにくいっていうところあると思います。一方でアメリカは圧倒的に打ってますね。圧倒的に打ってるし、100人あたりの接種回数も49.7 的多いいいでででですすねににななっってててるししバイデン大統領はこののの後今後3週間で18歳以上の9割が接種可能な状態まま持っていくというふう,にもう断言してますのでやはりこの経済の安心感っていうのは全然違うよねと。で、これから本当に経済正常化して景気が回復していくっていうのには、このワクチンの接種比率っていうのはやっぱり説得性があるわけですね。えー、コロナがこれから流行ってきても、やっぱりある程度抑えられる。一方で日本で流行ってきたっていう時に、もう抑えようがないわけですね。そこの違いはかなりあるんじゃない ないかなというふうに思いますというところで 今後の主要銘柄の受給までを一応確認しておきたいというふうに思っております。で、何を見るかというと、ひとまずは信用倍率を見ましょうということですね。えー、なんで信用倍率を見てるかっていうと、信用倍率が高い状態というのは、信用改ざんが積み上がっている状態、いわゆるこれから売りをしてくる状態になるので、少し上がり、えー、ごめんなさい、下がりやすいという状態になるので、それを見ておきましょうということですね。で、まず最初に日経平均株価の日経レバレッジ ETF という、常に売買代金ランキングでトップになりやすい、 その ETF の信用倍率を確認しておきたいと思うんですが、1月からは0.47とかね、1倍を割れることが非常に多かったものの、2月以降は3倍、直近は4倍まで上がってきた。さすがに下がりやすいんじゃないっていうところだったんですが、先月4月2日までで見ると2.67倍まで下がってきているというところで、まあ、受給としては一時期よりは実は改善しているということになっています。受給としてはですね、この下がってきたところから上がっていく過程に関して、少し改善をしているということだと思って 見てくださいまあ、ただこれは一部のデータですからちゃんとチャートをしっかりと見ていただければと思いますであともう一つがやっぱりファーストリテイリングですねファーストリテイリングもまあこんな風に低い信用倍率から直近1倍5円まで来ていたわけですねさすがにファーストリテイリングも上値が重いんじゃない少し下がりやすいんじゃない っていうふうに思っていた中でですね、先週は0.78倍というところですので、受給としては少しまた下がりにくい状態には近づいているのかなというふうに思っています。で、これが4月8日にファストリー決算発表するので、ここも注目ポイントだなというふうに思っております。えー、というのは同じアパレル業界で島村の決算がね、えー、昨日あったんですね。で、島村決算に、ね、決して悪い決算ではなかったのかなというふうに思います。えー、来期予想も一応増収増益、もともと指季報の出ていた予想とそこまで大きくは変化はないと。 ところだったんですが株価としては、えー、まず寄付から見ると8%超下落していたということになっていいますっていうのが、昨日のノート、あとはサブチャンネルの YouTube、あとは音声番組なんかでも配信をしているんですけども、えー、そこで話した内容からするとですね、どういうことを話したかっていうと、えー、これからこういうことに注意だよというところなんですが、何かというと、前年同期比で見るとですね、多分今回の数字、計算発表とかっていうのは、良い数字がかなり並ぶと思うんですよね。っていうのは、1年前ちょうどコロナショックが起こっていた、コロナの感染が拡大 していで、その時にもう緊急事態宣言で当初は何をしていいかもわかんなかったので、やっぱりみんな営業を停止していたし、外出は自粛していたし、経済は収縮していたというところだったところから、今のところコロナは、 あの時以上に広がってるけども、経済活動は動いているわけですよね。っ、え、て、ー、ことは、前年同期で見た時には、やっぱりすごい数字が出てくる可能性というのは出るわけですよ。30%、40%下手したら50%倍になってるとか、えー、そういうことは考えられるわけですね、えー。ですが、このタイミングで本決算を発表してきて、さあ、向こう1年間の予想はどうですかっていうふうに聞いた時には、やはりまだコロナが広がっている。まだどうなるかわからない。で、えー、起承、ね、一番最初の予想ということで、どうしても慎重に出さざるを得ないということになります。 のでそこはね要注意ポイントかなというふうに思ってこの記事を書いておりますし4月8日ファーストリテイリングの決算というのはやっぱり同じような数字になり得ると思いますあの月次とかもすごい数字がおそらく出てくるんだと思うんですねでも株価が下がるみたいなことは多分考えられると思いますのでそこは要注意ポイントとして押さえておいてくださいでファーストリテイリングのチャートもね確認しておきたいというふうに思うんですがまあこうだんと下げていて下降トレンドであるということは今のところ間違いないかなというふうに思っておりますでしっかりと この高値を超えるとかでね、なければ注意ポイントとして押さえておいてください。で、実際今25日線もちょっと割れてしまったっていうところと、あとこの青い線っていうのが、まあ、前回3回ぐらい上値を押さえられている、このレンジの上限ですね。で、押さえられているというところで、やっぱりちょっと意識はされるのかなといった線なので、一応これも押さえておいていただければと思います。ということで、2の動画のまとめになっております。アメリカ株が調子が良いのに日本株が下がったのはなぜかということをね、考えていったわけですけども、一つは信用規制のルール変更が3月1日からあった。これはマザーズの まあ一つのなんかこうセンチメントを悪化させたみたいなね、そういう側面はあるのかなというふうに思います。アメリカにはこういうルールがないので、これも日本独特の、まあ少し、なんかね、いやそうなんだっていう内容かなと思っています。であとは日米でのワクチンの接種比率が全く違うということですね。アメリカが強い、じゃあついてこうぜっていうだけではついていけないようなそういう状態になってきてるのかなというふうに思います。で、受給だけでは多少、需給だけは多少改善しているっていうのを確認していただきましたので、そこまで下値不安がある暴落をするっていう感 自体はまあおそらくないんだろうなというふうに思うんですが、ファーストリテイリングとかも需給が決していいとは言えないということですし、決算内容としてはですね、先ほど言ったようにコロナの影響ちょうど前年同期比は強いけども、これから奇をどれぐらい強く出せるかっていうのはやっぱりなかなか難しいと思いますから、そこはちょっと要注目していただきたいなというふうに思っております。では今後の質の売買戦略今日は日足の移動平均線とマック D で見ていきたいと思います。まずは日経平均株価ですが先ほどのトレンドラインを超えるかというところ、あとはマック D はですね。 ゴールデンクロスが起こった後にゼロラインを防衛をしたサインとしては強いサインですから、えー、上昇が、えー、しっかりとまた戻ってくるのか注目をしていただきたいかなというふうに思います、えー、トピックスいきましょうトピックスに関しましてはこれ25日線ギリギリ、まあ、ちょっと割っちゃってるぐらいだと思うんですけども、えー、ここ維持できるから、えー、注目をしていただければなというふうに思いますただマックリーは下向きなんでね、えー、引き続きまた下落する可能性もあるかなというふうに見ております、えー、マザーズ行きましょうマザーズはこれ5日線をギリギリ割れてしまっているかなというところなんですが、まあ、この辺維持してぐっとまた上がっていく流れになるのか 注目をしていいただければと思いますでクロロススプラスゼロラゼイン越えサインとしては一応強いというところですので、まあ上昇期待したいところですけどね、金利も下がってますからねというところではあります。えー、ニューヨークダウ行きましょう。5日線を維持できるかというところと、あと下がると再びデッドクロスというところも押さえておいていただきたいかなと思います。昨日ね、一昨日か一昨日かなり強かったんですけども、昨日は下がってしまったというところで、まっくりかこう上がりそうな雰囲気あったんですけども、まあ、やっぱりちょっとね、こう勢いが突きつきない、つきつききらないという、そんな感じでしょうか。えー、3P 行きましょう。えー、5日移動 平均線を維持できるかというところと、今のところね S&P はかなり強い動きが続いていますので、これがもし下向きになってしまったら S&P もね要注意として見ておいてください。で最後ナスダックですね。ナスダックに関しましては移動平均線からは結構離れてるんですが、このチャンネルラインをしっかりと超えてこれがサポートになってくれるかというところに注目をしていただきたいかなと思います。でゼロライン越え、こんな感じでね上向きになっていて、でかなりねこの角度も強いというところですから上昇は期待したいなというふうに思うんですが上向きをひとまず維持できるか注目をしていただき。 なければと思いますでは今日の動画のまとめになっております日本株3指数1%超下落してしまったでアメリカ株も今回はこう幅下落であったということですね、えー、なのでまあ今日の日本株はちょっと注意しておいてくださいでアメリカ株が強くても日本株が下がったのは信用規制強化の仕組み改変がまず1点あったというところと特にワクチンの接種比率が圧倒的に低くて経済不安が大きいというのが1つ大きいかなと思っております4月8日の決算には注目をしていただきたいかなというふうに思いますで5日移動平 平均線と株価に注目をしてくださいマック D は動きがほとんどですのでひとまずはまだ、ね、上昇を期待したいところではあるんですが、えー、少し不安定になりつつあるかなというところを押さえておいていただければと思います。 では今日もお知らせを入れさせてください。個別名柄をとことん分析するマガジン配信中でございます。月額1000円、初月無料になっております。最新記事はこの GMO リサーチなんですけども、えー、同じく小型株でね、えー、上昇してほしいなと思っている昇栄広報、今回の指揮法の本命の一つとして一度紹介をしてるんですが、えー、これをしっかりと分析をしていきたいと思ってますので、これも金曜日に配信したいと思ってます。引き続きよろしくお願いします。で、あとはおすすめ書籍、新日本。これがね、聞き終わりました。で、SDGs が最後に話あったんですけども、これ SDGs まで 本気で考えられるショーンなんだなということで、かなりね、えー、もう内容かなり充実してるなと思います。で、ちゃんと SDGs について考えたことが今までそんななかったなと、こんな深く考えることなかったなというところで、すごい長い目で見て投資にも役立ちそうだなと思いますので、えー、これをちょっとね、えー、勉強するきっかけにしたいなというふうに思っておりますっていうのを、やっぱ聞く読書なら聞けるよっていうところで毎回紹介しておりますが、やはりすごくいいので、まあ、新日本であるとか、まあ、他にもね、名著たくさんね、このオーディブルに入ってきてますので、えー、聞き、聞いていないという方、まだね、読書苦手だという方 方はま聞く読書から聞いてみるとすごくいいと思います。で、初めての方は初月無料で月1冊無料ボーナスサイトルも無料になるので、まあ、ひとまず1ヶ月間無料で試してみて、仮に解約をしてもダウンロードした本はずっと聞き続けることができるということですから、まずはノーリスクでね。試せるということで、まず試したことない方、概要欄からこの Audible 聞く読書 amazon の聞く読書え調べてみていただければと思います。ということで少し長くなってしまいましたが、今日はこんな感じで終わっていきたいなという風うに思っておりますこれからね。また注意ポイントがたくさん出てくるかと思いますのでぜひ非ですね。引き,続き 注目をしていいただければと思います今日の中でも少しでも参考になればグッドボタンの方また明日以降も参考になるような内容できれば、えー、毎朝7時半に必ず動画で投稿していきますので、えー、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますではまた明日もよろしくお願いいたしますさよなら